トリノです。よろしくお願いします。イエーイ。ということで、長い一日が終わり。やばい、本当に。ね、めっちゃハードだった今日。まあ、詰め詰めしてたね予定が、うん。で、やっと夜ご飯ということで、はい、今日はこの2人プラス後々、はい、浜が一緒の部屋になるんですけれども、浜がまだ珍しいよね。ね、ちょっと我々は、はい、晩ご飯をね、ちょっとなんかリッチそうな、そう食べていただきました。テロップいい。ああ、サッカーどこ？どこ？え、なんかワンちゃんさ、見れへん説みたいなの聞いてんけど、あの映らんみたいな。え、一二三三四五六七八九十あ、やっぱ見れへんねや。YouTube とかで見れへんの？あ、うん、サッカー映らないらしいやと。あ、ここが？あ、ここが？全国だってこと？テレ朝、テレ朝やって、テレ朝ないな、ここ多分見れないわ、だってね、うん、うん、ダメだ、ちょっと見てるもんね。そう、いますよ、はい、せーの、おすごいよ、おー、わ、おしゃれ、おしゃれ、見えますか？見えないね、めっちゃおしゃれ、でれれれれーん、ネットつながってないわ。でんでん、え、ネット、あ、うまい、つながってない、でれんでん、こんな感じのご飯となっております。絶対美味しい、絶対美味しい、下、下からよし、で、二段目がご飯、あれ、え、待って、二段目もご飯、ご飯プラスなんかいろいろあるよ、美味しそうでございます。うわ、和食だね、最高、見えてんのか、いや、嬉しい、嬉しい、頑張ったもんね、頑張ったもんね、今日では、いただきます、いただきます、最高、決めないから一滴に戻そう、もう目があかん、何時に寝た、寝た、寝たようにし、1時に寝たから、じゃあ1時過ぎに寝て、うん、3時間弱ぐらい寝た、寝た、うん、1時間でしょ、うん、寝てない子めっちゃいたよね今日、うん、メンバーで、いただきます、うん、え、迷っちゃう、え、でも普通にお昼のお弁当も美味しかったよね、美味しかった、お昼何やったっけ、なんか、あ、ホタテ入ってた、そう、めっちゃでっかいホタテ、そう、めっちゃでかかった、わ、お塩入ってる、嬉しい、お塩派、いただきます、うん、あ、でも天津も好きよ、わ、めっちゃかかった、嬉しい、いただきます、いただきます、頑張った、頑張った、なんか絶妙じゃないこの椅子、え、ね、思った、ちょっと座り、田口キャップとか寝てないよって、ね、多いよね今日そういうメンバー、朝集合早すぎて、うん、メイクさんも、メイクさんじゃないわ、衣装さんも寝てないから、うん、はいだよって朝飛行機乗る前言ってた、うん、ナスうま、ご飯うま、うん、うん、何から食べるか迷う、でも全部美味しそう、あ、ミニトマト食べれるようになったんでしょ、そういえば、え、なった、やばくない、もうやばい、むしろ美味しいって感じるようになってる、 え、マジで料理にトマトを使うの、ガチガチガチ、すごくない、大成長すぎん、するの、うん、知らぬ間にトマトを好んで食べるようになっちゃって、うん、すげー、すごくない、え、大西もね、パンに挟んである薄めのトマトなら食べれるようになった、ハンバーガーとかの、うん、マクドとかはまだやってないけど、うん、なんかちょっとオシャンな、うんうんうん、カフェとかにあるさ、なんかなんちゃらサンドみたいなのスライストマトみたいなやつ、あれはギリいけるようになった、うん、そう、でもだいぶ食べれるようになっちゃった、羨ましい、いいの、まだ食べれない、なんか
もうこれ、え、魚、うん、え、魚、魚やろ、え、なんかお肉みたい、あれみたい、なんか可愛いね、こんなんね、思った、おしゃれ、可愛い、天ぷらがなんか京都みたい、うん、なんかわかる、うん、なんか京都にあるよね、その神社、うん、あー、あるよね、なんか、ま、丸いの、丸いのってあるやつや、ブツブツいっぱいなの、せや、ある、うまっ、味覚多分めっちゃ変わった、この二十歳から21にかけて、アボカドも食べれなかったんだけど、うん、アボカドも食べるなったし、おじも好きになった、アボカド、あとなんだろう、最近あるかな、あんこは、あんこもともと食べれる、シシトウ食べれる、うん、でもそもそもそんな嫌いなもの、ゴーヤ食べれる、うん、え、トマトだけ、あ、でもマヨネーズがちょっとずっとダメかも、マヨネーズ美味しい、食べれるようになった、本当、うん、無理やったけど、ブロッコリー、ブロッコリーに関心がない美味しいって思う、ブロッコリー好きよ、うーん、マヨネーズつけて食べる、そっか、うん、コロッケ部頑張ろうやって、そうだね、なんかコロッケ部か君は、うん、全然でもできてない、最新、うん、あれさ、料理せえへんのずっと思ってた、もしその料理部のやつやってないからさと、なんか、え、なんか料理できそうなかなって思ってたんだけど、うん、ほぼ料理じゃなくてショールームで、あれだってさ、うん、あれマリアが1位になったのあれ何やったん、もしあれで決まるんかと思っててんけど、何もない、何もないの、うん、マリアは、マリアがそもそもその1位になってお料理選抜 初めての収録でした時にもマリアが、うん、仕事でいなくて、おらんかったよね、ドラマの発表でも話進んじゃって、うん、でまあ、ね、そう、部長とかも立候補制だったから、うん、マリアやるにやれないじゃん、いないからで決めちゃって、メンバーもその仲良く決まっちゃって、はい、で、え、あれ何のための位置やったんじゃ、うん、うん、これタブー触れちゃダメ、うん、うん、うん、まあ、いや、まあ、1位だよ、1位だよ、1位だよ、はい、1位です、センターだよ、うん、うん、歌番組出るんでしょ、うん、ご褒美、そのそっからね、うん、そっから、うん、今部活が4つあります、うん、で、その部活で、今ショールームでこのポイントを競ってるのと、実店舗販売、え、販売するの、販売するんだけど、君が作ったコロッケを食べれるってこと、コロッケも、冷凍、え、たこ焼きも冷凍、え、オムライスのチキンライスも冷凍、え、はい、え、んです、うん、ほう、で、その既製品なので、お、あの、私たちはコロッケを作るのではなくソースを考えるソース部、でソース部になってる、今ソース部に移籍して、コロッケは作らずコロッケにかけるソースで勝負するってこと、そうです、今考えてるのは、そうなんです、この前その作戦会議をした時に、うん、まあ、こうかぼちゃコロッケとか、うん、まあ、例えばそういうコロッケに何か入れてたらいいですよね、うん、みたいな、コロッケはちょっと製品のものでして何かを付け加えることはちょっと、あら、そう、なんか例えばチーズ1個入れるとかならいけるんですけど、なんか例えばなんか明太子とマヨネーズを混ぜた自分たちでコロッケを作ることはなく、例えば牛肉コロッケに合うソースを、その既製品は選べるの、選べる、じゃあもうさ、そんなさ、全国のさ、そう、でも1種類しかできないの、あ、え、コロッケは、多分、分からんけど、
そのさ自分の地元にあるさ、うん、めっちゃ美味しいコロッケありますみたいな、うんうん、それを取り寄せてもいいってこと？まあ最悪ね、ホルモンコロッケを使って何かを販売、そうでも予算があるから結局その4つ全部、うん、たこ焼きも1,000円、オムライスも1,000円、1,000円コロッケも1,000円、あっ1,000円ですか、はい、デザートも1,000円、えらいこっちゃで競うので、はい、お肉屋さんのコロッケってめっちゃ美味しいよね、うん、美味しい、うん、それでいこう、それを使ったバーガーとかになるんですかね、うん、きっと、あコロッケバーガーみたいな、なるほどね、はい、マリア何部なん？コロッケ部です、あ一緒やん、同じですコロッケ部、頑張れ、はい、たこ焼き部が強いので、あ鳥ももコロッケって感じだよ、そうだよ、いつの間にかコロッケ配信やった、コロッケね、コロッケになってた、本当に稽古で全然できてないから、うん、申し訳ないなっていう感じです、うん、まあ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 いろいろありますけど、なるほどね、はいはい、ごめんいろいろ聞いて、いや全然全然という感じだったので、はいはいはい、皆さんもね、うん、にゃって思ってる方多いと思うんですけど、ごめんね、うんうん、コロッケ好き、うん、わかる、うん、あコロッケの、うん、そうなの、なんかコロッケのギフトがある、しか投げれないらしい、コロッケしか投げれへんの、お前やろ、今コロッケしか投げれないのすげえ、コロッケだらけ、コロッケばっかだよ、美味しそう、うん、コロッケ食べたい、ね、あげれたらいいんですけどね、うん、はいはいはい、すごいな、うん、な新しいね、うんうんうん、まあ大人の事情もねありますし、まあね、あのなんだろうね、いろいろあるね、うん、ごめん、さらっとトマト食べたし今本当に美味しい、美味しいまでなっちゃ、いるいるいる、いや、ここのゾーンまだ何も手つけてないから、うんうん、食ってくれ、うん、はい、本当に好きになっちゃった、1個食べて、1個食べてみない、あちょっと思った、うんうんね、なんか酸味が美味しく感じるようになる、食感がダメ、全部、うん、味とグジュってした感じ、うん、なんかえだってもうこれ美味しいな、お箸で触れた瞬間もう揚げれないってことになっちゃうでしょ、うん、肌にいいって思ったら食べれるんだった、いやちょっとこの塊がまだ無理かもしれない私ずっとだよね、泣きながら食べてたの思い出すもんね、うん、あったよね、ショールームで泣きながら総選挙、選抜総選挙の公約だっけ、なんかいや公約っていうか、これでなんか気合を見せますみたいな、うん、めっちゃ部屋でホテルの部屋でなんか泣きながらそうもう食べなくていいよっていうのに食べるって、そうなんかしらちょっとなんか頑張りを見せたかったのよ、うん、そう本当に昔からダメな、でも食べたい気持ちはあるからちょっとずつ頑張ってるのよ、うん、で薄いトマトなら、うん、食べれるようになったんだけど、うん、なんか食べようと思うと緊張するなんかと一緒に食べたらいいんだよ、うん、これ本当美味しかったよ、これと一緒に食べたら、お肉美味しかった、一旦じゃあこのトマトの触れたお肉いくわ、うん、うん、でも味しないよトマトの、そう、うん、まずこの、ね、触れたお肉、うん、罰ゲーム感覚なんだ、うん、うん、うんうんうんお肉、うん、こっちよね、うん、うん、あーうん感じるね、嘘トマト、うんもうダメじゃん、うんうんうん感じる、うん、あーもうやめた方がいいんじゃない、それ
お茶飲むやん。感じるよ感じる感じる。でも慣れちゃったら感じなくなっちゃうのかな。え、いつから急に食べれるようになったの。今年の夏は結構トマト食べた。なんかね、マリネにハマったの。マリネわかる？あれじゃん。え、違う？なんかオリーブオイルとか酢とか。うん、なんか、うん、おしゃれな食べ物。そうそうそう、イタリア料理にありそうなのにマリネにハマっちゃって、うん、その生の玉ねぎとトマトとタコをそのオリーブオイルとなんか酢とレモン、うんうん、食べるのにハマっちゃって、そっからだね。でも、うん、そう。はっ、ん？あ、最悪。おお。こんばんは。どっから来たのあなた。え、まだ開けてたっけ？さっき開けた。さっき開けたけど。え？え、あれ何？え、また開けたとしてもさ、明かりで入ってきちゃうんだろうね。ね、カナブンだ。カナブン。カナブン？カナブンだね。カナブンってあれやん。え？あの元々 AKB にいた、あのカナブンはカナブン。カナブンなの？カナブンじゃないの？え、だってカナブンはだってあの安田カナちゃんのカナブン。違うよ。え？カナブン？カナブンやろ。カナブンだよ。え？ももちゃん違うって言われてるでしょ？え、カナブン。え、だってカナブンって呼ばれてたよな。カナブンって呼ばれてた。で、カナブンって一緒でしょ。カナブンやん。カナブンって言ったやん。うん、だからカナブンやで、英語にしよう。え、カナブンでしょ。だってカナちゃんのカナブンと虫のカナブン一緒やん、それやったら。あ、よく、あ、よくない。え、なんでよ。一緒やん。あんまよくないやん。え、ほら。カナブンやん。ねえ、怖い。でも、うわー、いる。やめて。なんか、動いてる触覚が。でもほぼさ、G と一緒やん見た目。めっちゃ飛ばしね。ハマって虫好き。でもちっちゃいもんな。見て。無理。どうしたらいい。でも窓開けてでもさ、また入ってきちゃいそう。新たなやつが入ってくるよ。そこがもう自然だからさ。そうなのよ。どうしたらいいの。外に出ないよ、この人。だってここ寝る部屋で。お散歩してる。お散歩してる。一旦あの。わあ！あわあ！あわあ！ねえ！もう！もう一回叫ばんと。もうそっちでびっくりした。いや絶対違う、もうゲッと倒れてるし、もうごめんなさいね、もうもう。いやもうあんなん、どうしたらいいのあれ。どうしたらいいの。違うのよ、別にさ、静かに飛んでくれればなんとも思わんや。確かにビビビみたいな、もう一緒に今嫌な位置にいんねんけど。ねえ、すごいね、逆さに歩けるの。確かに逆さに歩けるすごいな、すごい腕力がすごいよな。え、これいちいちこうなんだよ、じゃあ飛んだら。確かに。もうご飯食べたい。もぎさん呼ぼうって。もぎさん、もぎさん、もぎさん、そっからもぎさんの叫んでる。もぎさん。一旦マネージャーさんに連絡する。え、してみる。うん、虫取り網ありますかみたいな。ちょっとそれ待って。モギさんって呼んだら来てくれるかな。来てくれるんかな。モギさんでは虫大丈夫なの。ね、今日みんな虫でビビってた印象あんねんけど、うん、今日の撮影。カナブン出ましたって言った。言った。マネージャーさんに。
ってちょっと急に今カナブンと対決してるどうなの、泣いてない？トマト食べてた横で横で食べてた。いや今ならいけるかなと。どう？お肉と一緒に食べてみ。今ちょっと食べてると思う。ちゃんと写しとこう。いける？なんか昔ほどではないかもしれない。慣れたんじゃん。なんかあの薄っぺらいトマトと一緒の味がする。うん、うん、うちも結構大きいのまだダメなんだよね。うわー、ごめんなさい、ごめんなさい、違う、いや、こっちに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 、カメムシじゃなくない？なにこれ、カメムシや、いやー、臭いやつ。待って、配信してるから、ね、音止めた方がいい。うん、これもダメ。これはダメだ、ダメ。カナブンはいけるけど、カメムシはダメ。これは手に匂いがつく。どうしたらいい？どうしたらいい？これ飛ぶ？飛ぶ飛ぶ、めっちゃ飛んでる。すっごい、ズッキーと可愛いキャプテンと隣の部屋が来てくれました。ごめんね、うるさかったよ、うるさかったよ。声は全然、めっちゃうるさかった。でもこうやってやったら飛んじゃう。え、逆になんで来てくれたの？野獣版。あ、うちがラインした今。あ、ラインしたの？カナブン出た、カナブン出たって。カナブンなら触れると思う。あれ、カメムシなん？いや、カメムシ。ほんとだ。なんでよかったの？和風な。そうなの。なんかハットリのやつすごいの。かわいい。ご飯食べた？今食べた。かわいい。食べてる最中。これは臭い。さすがに、さすがに。え、マジでそんな臭いの？一回素で虫いけんのすごいね。ハエはちょっと無理やけど。なんでなんで手づかみにつかんですごくない？気の毒やった。分かった分かった。パッてつかんで、あそこからパッ。でも背が届かんかも。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ほんまずんちゃんが手づかみしようとしてる。あ、ヨギボ。え、てかズッキー服綺麗や。え、そう、かわいいよね。かわいい。で、一旦お弁当しまおう。お弁当一回守ろう。もう行くの？そんな用意ドンな感じなん？行くよ。ね、待って。
あのカメムシを取ってくれました。逃がしてくれた外に同然確認してくれ。自分のパジャマ言ってる。カメムシ見えない。行くよ行くよ。そカメムシ見えない。いやちゃんとあのズッキーニを助けていただきました。本当に本当にありがとうございました。あの本当あのチーム系そしてあのお三方のファンの方にあの慎んでお見舞い申し上げます。本当にあの感謝の気持ちでいっぱいでございます。これからも何卒チーム系でよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。あのスタバを後でスタバの券をあの送らせていただきます。あのお三方には本当にあのすいません本当にあのスタバの券あの700円の方ね、あの500円じゃなくて700円の方あのサニーに送っときますので、本当に本当に本当にありがとうございました。ああよかった、安心安心、もう本当助けていただいたわね。いやもうチーム系本当にいい子ばっかりでありがてー。あー疲れた。なんかもう疲れてんけど慣れすぎた。何で疲れてん。なんか今日さ疲れてるのにさ今最大の割れをしてしまってさ、ね、なんかちょっとすっきりしたわ。ありがタグタグチーム K だわ。さすが仲いいわ。なんかね楽しかった、うん、3人来てくれて、ね、あの3人部屋一緒なんや、うん、かわいい。お隣で今なんか3人で食卓囲んでた。囲んでた囲んでた。ありがとう、うん、スタバの件なお風呂一緒に、うん、これ再びいただきます。いただきます。せっかくトマト食べてたの。そうやん。えそう食べれたん。食べたん。うん、一回あの中のやっぱぐちゅってとこで一回止まって、うん、食べるわ。いただきます。ちょっと待ってな。おいしい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 。酸味はどうですか。
虫怖いってな。え、待って待って、どうダメやったん、絶対それ。でもね、うん、昔はほんまに泣くほどとか、うん、吐きそうになっちゃう時やってんけど、うん、いけるようになって全然マシ。ちょっと涙目やけどちょっとなんか涙目やけど、うん、うん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 、だいぶだいぶほんまにだいぶ、すごい。でもほらこれだよやっぱ、ほら自分の好きな食べ物と一緒に食べると美味しいってなるのよ。 いける、うんうんうん、いけるかもしれへん。うん、一個まるまるはまだ無理かもやけど、うんうん、成長。いやでも、うん、ちょっと30までには食べれるようになりたい。あとあのでっかいの、うん、いけるよ、いける、いけるよね絶対。うん。ね、えらい、ありがとう。えらい、食べたの。ね、えらい、えらいでしょ。うん、ただ2位からね。そうなのよ、リコピンがさ取れるからさ。うん、でもさ、嫌いなものを食べるとき、苦手なものをさ、こう食べるときってさ、うん、ほんまにさ、大変じゃない？大変。なんか絶叫乗るのと嫌いなものを食べるって一緒ぐらい嫌じゃない？うん、嫌だ。なんかそんぐらい勇気いるよね。うん、わかる。うん、なんかさっき笑いすぎて喉おかしくなった。なんか変なとこに食べる。そう、なんかわかる、ガスガスしてる。うん、いや本当好きなものと食べると、えっとなんてピザは、ピザあはでっかい塊じゃなければいける。うん、あのパスタもそうなの。それも食べれるようになったの。うん、うん、フレッシュトマトのなんちゃらパスタみたいな、うん、もう、まあ、ちょっと潰すけどでかかったら、うん、それやったら食べれるようになった。酸味はまだいけんの今、ぐじゅ、あ、その酸味と青臭いのが、うん、あとブチュってなるあのあれが、うん、確かにちょっと厳しいところかもしれないわ。うん、成長したね。でもえ、マジで成長。いいやん。浜ちゃん作るの？確かに。なんか結構遅かったよね。うん、うまっ。お伝えする経過、うん、何が見れる、何が見れるじゃない何があるんだろう。お伝えね、うん、お伝えケース。ん、日本負けてるやっけ。んマジ日本なんだ今。うん、日本戦なの。うまっ。9時半までに、うん、また大丈夫。何時頃終わる？合わせる。え、このコロッケ配信は別に何時でもいいの？うん、決めてはないの。うんうんうん1時48分2時ぐらい。うん、長い。あ、全然。9時に終わる？9時から。うん、合わせるよ。9時10分とかでもいいし。9時、あ、9時9時、オッケー、じゃあ9時に終わろう。うまっ。いや、騒ぎすぎたな。なあとあれは今月のこのなんていうの、ハイライト。あ、そう、ハイライト。これ何、うん、これ、うん、なんか春巻きみたいなの、天ぷら。ニンニンパイ言ってる。うん、なんかあるやん。あ、設定でできるやつ。うん、てか千何日続いてるのすごくない。え、そう思ってたよ。あなたあれ入ってるでしょ、ショールームアワード。入ってる。すごくない。よく続いたよね。すごく軽く始めてなかったっけ最初。うん、1年で終わるつもりだったのが1000
え、何日だろう今。3年ぐらい？うん。4年弱？4年弱。うん。3年半くらい。うん。1278だって。すごくない？ね。よく続いちゃうね。いつも話すけど。ね。確かにいつも話してる気がする。そうやね。すごいほら、すごい。ね。昔の私からしたら。ね、なんかしかも途中から始めるってすごいよね。うん。1278日。うん。うん。すごい、知らないってこんな癖あったっけって感じ。美味しかったけど。どれね。うん。なんか大人の味する。苦手。うん、うん、美味しい、好き、うん、今回なんかちょっと癖あるよね。うん、これしらえっていうね。うん、それでうまセブ島イベントの時ぐらいからやってる。うん、そう、そっか、あの時ぐらいから。うん、うん、そう、ちょうど。そっか、お世話になったよ、あの配信の時も。楽しかったね、あの時ね。泣いたわ、泣いたわ、号泣したわ、ね、エイトめっちゃ泣いたよね、なんかめっちゃ泣いた、うん、し、それこそ服部が頑張ってたのにさ、うん、大西に入れてくださいみたいなんでさ、途中やめたやん。もういいよ、もういいよ。なんじゃ、もう、いや、ほんまなんて、みんなでスクワットもしたね。みんなでスクワットしたね。47歌ったね、最後。うん、懐かしい。うん、いっぱい。うん、そんな前かセブ島の。うん、うん、何かその時もやっぱホテルにさ泊まってたからさ、うん、みんなと会えてたけど、ほんと最近そういうのないからね。ね、そうなのよ。超久しぶりじゃない？そんなことない？ね、ウニも最近ロケしてたか。そう、うん、最近そのなんかテレと、まあでもそっか、泊まりってなるとあんまないもんね。うん、確かに泊まりはこの間一回泊まったぐらいか。うん、うまっ、ナス、ナス、ナス天ぷら。うん、え、なに食べてるんじゃん、ナス、ナス好きなのに。え、食べてるんけど。美味しい？うん。いつ食べたかでも分からん。好きなのは最後に残すタイプの人間。うん。え、これもナスちゃん。え、これも食べてる。やばくない？食べちゃった。2個無意識に食べてやがる。うん。今日さ、一番最悪セブンになりました。おにぎりとパンとお菓子とみたいな。うん、お菓子いっぱい欲しいかも。うん、一緒に行きたいね。うん、ダメかな、きついね。うん、おだいじけ、あいじけもサッカー見れてるやつ。なんで、なんで、なんで、携帯で、携帯でなら見れる。なんか携帯で見てるのかね。うちらもさっきチャレンジしたけど寝れへんかった。ナスいる？うん、うん、食べていいよ。うん、このテレビで見てるって言ってる。え、アベマじゃない、やっぱ。え、 YouTube で見れない？うん、なんで。え、負けたやって。え、あ、あ、じゃあ今日どことだったの？あの、なんて、ここコスタリカ、ここコスタリカ、うん、コスタリカ、コスタリカ、うん、初めて聞いた。あ、コスタリカって強いん？そうなんやろ。でも前回がドイツで戦ったのが、ドイツがめちゃめちゃ強いみたいな。ね、
見たかった。うん、そっか、お疲れ様でした。だでもう終わりってこと。うん、そうなん、終わった。そっか、寂しいね。うまっ。負けたことない相手だったんだって。うん、そうなんだ。そっか。うん、これ何、なんか、あ、エビ、エビ、うん、エビにエビ、うん、エビの先行っちゃおうか。うん、うん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 、あとはスペインに勝つしかないけど。うん、12月2日とかにないっけ。あ、まだやんの。2日3日4日にある気がする。グループで総当たりやってる。むずむず。ここまでのルールはちょっとまだ存じ上げてないから分かんないけど、まだあるのか。1日だよ。もうすぐやん。あ、すぐやん。ちょっと牛食べたい。うんうんうん、まあちなみにちょっとこんなさっきも大声出しちゃったけど、うん、今日ここね貸し切らせていただいてるみたいな。そうだ、メンバー以外、メンバーとスタッフさん以外いないので、あとめっちゃ部屋遠いので、うん、なんか大丈夫、ご了承ください、うん、失礼いたしました。うまっ。なんか全部おいしいね。うん、幸せ。この後温泉も行くもんね。そんなブリッコするの急に。美味しすぎて、うん、キウイが温泉行く。57分やってあと3分や。えぇ、ー、笑いすぎておかしくなってんのやな、なんか喉がな。ガスガスの声で、なんかね、真中がお風呂行きたいって言ってて、うん、あとランちゃんも行きたいって言ってたな。そう、あの、まなかちゃんとおいしこの間温泉、温泉じゃないわ、大浴場行った。そう、一緒に行った。大西と浜と、うん、ひななとまなかちゃん、裸の付き合いじゃん。もう裸の付き合い済ませちゃった。そう、温泉あるとこでよかったね。確かに温泉、温泉、大浴場、温泉、温泉、うん、大浴場かな。うん、うん、そう、サウナあるってなかったのよ。サウナなかったね。何万円かあったよね。うん、明日何時起きないの結局。え、めっちゃ早いよ。うちらが早いのか。いや、うちら早いよ。早い、ね、うん、もう寝たいところ。そう、本当はもう寝た方がいい時間、うん、まあ、昨日も寝てないし寝てみたいな、まあ、そう、うん、仲良くて好きやって。うん、今日めっちゃ思った、改めてね、仲いいなって。仲いい、うん、喉変。うん、うん、ゆっくり休んでねって。ありがとう。うん、うん、私一旦は終わる。うん、うん、うん、引き続き食べるにして、うん、ちょっとマネージャーさんに連絡しよう。うん、ということで、うん、トレモモ配信久しぶりだったのかな。いつぶりやろね。3年ぶりとか。そんな、そんでもないか。そんな喉がめっちゃ久しぶりやってね。あ、そうね。まあね、配信することない。本当にもらう。うん。ということで、じゃあ先に読むね、ランキング。分かった。
きます。あ、13位。はい、あ、ももちゃん大好き。ごめん、あ、ごめん。13位ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、12位ティーケットンアットマークタイさん、11位ペロペロチーノさん、10位サッキーさん、9位あかねちゃん、8位斎藤アットマークアインチュさん、7位まぼろしさん、6位プルアットマークナタリドンさん、5位プイプイハルカアットマークダイヤ軍団さん、4位イナジアットマーク生涯応援するよさん、3位リョータットマーク鳥ももしさん、2位ダイヤくん、1位マーボさんです。ありがとうございました。ありがとうございました。そして行きます。私もお、はい、いる元トップバッター行きますよ。1位ハギハギアットマークももちゃん大好きさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がさとちアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がよちゃんのゆうももち大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして5位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして6位があやみちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が黒芝のリコテンさん、ありがとうございます。イエイ。そして8位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がきょういさん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がコバットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がつばささん、ありがとうございます。イエイ。そして12位がけいじさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト10歳がたけちゃんとマーク大西軍さん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。本当にありがとうございました。騒がしくてまあいろんないろんなことがありましたが、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、はい、最後どうやって終わってる、うん、プチって切ってるから、あ、いいのプチ、あ、じゃあいきますね。はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか。何年でちょっとあなたいける、空気読んで空気、赤でもやっぱりそこはせーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃花でした。シュッシュ。いいねって、もうそれもういいねなんでよ、恥ずかしいのよ。せーの、恥ずかしくない、全然ケチュレス、うん、自分の、うん、せーの、シュッシュシュッシュニンニンパ。岐阜県代表21歳、もっと言うなりでした。でし た, でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ではでは、おやすみなさい。おやすみなさい。ありがとうございました。バイバイ。おやすみなさい。ありがとうございました。